はい、憲法の理念に近づいていることが分かる件、平和主義を掲げる憲法に立ち、自衛隊米軍基地のない件、2021年青森県の自殺率は全国ワースト1、コロナでの生活苦が深刻になっております。県民が安心して働き暮らせる県、生活苦で自殺する人がいない県、危険であり処理できない放射性廃棄物を出し、子孫に負の遺産を残す原子力施設のない県、市街地の3割は緑で覆われ、子どもの歩ける範囲に公園がある町づくりの県、川を大切にし川との共生を目指した町づくりの県、農林漁業に従事する若い人がたくさんいる県、交通の便利な場所に間取りの広い安い公営住宅がたくさんある県、郊外には豊かな自然が広がっている県を私は理想と考える青森県でございます。両親と共に暮らすことができます。知り合い仲間が近くにいます。自然が近くにあります。生まれ育ったところで生きるのがやはり最もベストだと考えております。私はコンクリートジャングルで生活して嫌だったので青森に戻り暮らしております。私は故郷である青森県が少しでも良い県になってほしいという思いで暮らしております。また良くしようという同じ思いの人と知り合うことが大変感激いたします。県外に流出していく年齢のピークは18歳と22歳です。最大の要因は賃金の低さです。東京との最低賃金の年収格差は46万円もあります。県内で結婚し子供を育てられる支援をしていきたいと思います。都会中心一極集中が地方から仕事を取り上げた原因だと考えております。私はそれをぜひとも見直していきたいと考えております。地域にとって高校は大切な存在だと思っております。地域の要望があれば残すべきだと考えております。並行については国の基準に基づいて並行としているようであります。人口減に合った基準に変えて地域の声に応えるような基準に修正することを私は求めていきたいと思います。廃校活用は地域の声に応えるような対応をすべきだと考えております。例えば地域の集会場にしたり体育館として開放したり、その場合は維持管理費は県が負担する、こういうことを提案していきたいと考えております。私は受験の合間に好きな小説を読んでおりました。何のために生きるのか、人間とは何なのかを知るために一生懸命読んでおりました。ところが読んだ本がダメだったのか、読み方が悪かったのか、知ることができませんでした。大学に行って両方の答えを知ることができました。これは私にとって大変な喜びであり、人生を変える出来事でございました。高校の時、下北の大畑線廃止が発表されて、私は廃止はやめてほしいという思いで自分で記事を書いて東日報に投稿しようとしました。そしてその原稿を高校の国語の先生に見せたら、先生は政治的なことだからやめた方がいい、こういうふうに私は言われて投稿をやめました。
今思えば投稿していればよかったなと思っております。大学ではメーデーの時に教授が赤い旗を嬉しそうに持って参加していたことがとても嬉しかった。暗記だけの受験勉強だけでなく、何のために生きるのか、人間とは何か、何のために学ぶのかを高校時代先生同級生と話し合いたかった。欧米のように高校の先生と一緒にデモ行進をやりたかった。これが高校時代やっておけばよかったと思っていることです。私は投票をいたしました。選挙に出れる年齢も引き下げるべきと考えます。欧米は自由な選挙でございます。それと違って日本は世界一厳しい公職選挙法となっております。もっと自由な選挙法にすべきだと考えております。選挙の一票入れたことに自分の誇りを持つことが大事だと思います。雰囲気やかっこいいでなく、私の基準は憲法です。何のために生きるのか、人間とは何なのかを知ったので、投票の大切さを私は知りました。戦後教育は憲法を教えません。私も教えられませんでした。三権分立を暗記した程度です。国を治める人たちは国民をさんざる、見ざる、聞かざる、言わざるにしようとします。国民を治めやすいからです。憲法は人権、自由と民主主義を大切にしなさいと書いています。国を治める人たちは国民が我慢しておとなしくしてほしいのです。国を治める人たちは憲法を教えないようにしたのです。国民が自由に声を上げるようになったから、国を治める人たちは困る。利権、お金などのうまみがなくなるからです。でも声を上げた国民は困ることなく、生活が良くなります。選挙では憲法を守れという人、憲法を変えようという人がわかります。私は憲法を守れという人に投票します。私の自由と民主主義を守ってくれる人だからです。空前の物価高騰や年金の削減など、県民の暮らしは一層深刻になっております。また、我慢を強いられ、声を上げづらい閉塞感が県民の生活を追い詰めております。私は何よりも県民の暮らしを守り抜く県政を目指したいと思って知事になりたいと思いました。また青森県には原発核燃料サイクルや米軍基地など国政の矛盾が押し付けられております。国民を、県民を守っている憲法を県政の中心に添えて、暮らしと平和を一番にする県政目指したいと思います。そしてまた国に対しても堂々と物を言いたいと思ったから知事になりたいと思いました。知事になったら憲法を県政の中心に添えます。それが短命権や人口減少、いろんな諸問題の対策となるからです。南海発と元気な大人中心の街づくり、便利さの追求の結果、子ども老人には冷たい、住みづらい環境となったのが現状でございます。そういった問題も憲法の理念に沿い、県民に依拠し、県民の人権、自由と民主主義を徹底して追求するならば、すべて解決の方向に向かうと私は思っております。これが知事になりたい、そういうきっかけでございます。皆さんの生きる権利、自由と民主主義を保障しているのが憲法でございます。我慢して、おとなしくして働きなさい、とよく大人は言います。いい言葉だと思いますが、健康で我慢して働ける人は大丈夫です。しかし、そうでない人は生きづらくなります。健康な人でも家族第一の人や個人の趣味があって、仕事一筋でない人なども生きづらくなります。ですから、それぞれ声を上げると
誰でも生きやすい社会となると思います。声を上げづらい、閉塞感があるとなっているのは、国民をおとなしくさせたい、憲法を変えたいという政治家が多くなっているのが私は原因だと考えております。戦前の田中正造は国会議員を辞めてまでも天皇に直訴をいたしました。地主の文豪ロシアのトルストイは土地を分け一村民となりました。作家である日本の宮本百合子は上流階級を辞めて戦う婦人となりました。ビートルズのジョン・レノンは世界一の歌手になりましたが、戦う労働者と一緒になって平和の歌を歌いました。彼らは皆、一人は万人、万人は一人のためにの人生を送っていたのではないでしょうか。私は彼らの生き方が大変好きでございます。